くよ。教えてください。はるかです。はい、今回はるかちゃんの、宝物ですね。これ作品名が、ちょっと紹介してもらえます？どれから紹介しようか。亀。うん、そう、亀。じゃあ教えてください。何にも、頭になくってぐちゃぐちゃぐちゃってしたら亀になった、うんうん、あ、なるほど。この中では一番お気に入りが亀なんですね。わかりました。また、あの、水を消すためのじょうろっていうタイトルですけど、じょうろから何が出てるの？だって水を消すから水じゃないよね。何？この中にお薬が入って、うん、あ、ここにお薬が入って、それでここの丸いところから出て、うん、それでここら辺からなんか火がバーッと出て、それで水が消える。でもだいぶ時間がかかる、うん、消すのに。そうか。でピアノを弾く女の人、ちょっとこっち持ってきて近くに見せて。あ、本当だ。ピアノを弾く女の人だ。これ対策ですね。はい。うん。一番工夫したところは？ここの炭をジャーって入れる。ん？炭を？ジャーって入れた。ここ。うん。そこを見てほしいの？どういうところ？なんか肉がうわーって出てる。始まりと終わりの方がね。そうそう、なんか段ボールに穴開けて、うん、ワイヤー通して作る。段ボールとかワイヤー使って立体的なものを作りたい。期待してます。頑張ってください。はい、はい、こんにちは、森脇文子と言います。鳥取で日本画を描いています。うちの子のはるちゃんが針金でいろんな作品を作っていまして、でうちの子が針金という線でいろんな作品を作っているので、私は絵画の中で線を使っていろいろ表現していきたいなと思い、ラインというタイトルで今回展覧会を開きました。こちらの2点は、陶器が割れた時に修復する金継ぎという手法をイメージして描いた絵です。子供と毎週図書館に行くんですけど、絵を描くんですが陶器を見るのが好きで、で陶器のこのコーナーに行くんです。でその時に金継ぎの本に出会いまして、この写真の美しさに感動しまして、どうにか絵の中で表現できないかなと思い、いろいろ駆使し2点の書きを入れました。